ご視聴くださりありがとうございます。クーライフスタイルのゆりえと申します。いつもありがとうございます。本日の動画は、朝家事をたくさんこなすっていう動画でございます。なんつったらいいんだろう、朝家事タスク、朝家事のタスクっていうんですか。まずこう始まります。くーちゃんのご飯作りから始まります。ですね、この日は豚肉と、ブロッコリーと細かく茹でております。くーちゃんは、ドッグフードだけでは絶対食べないので、まあ、こんな感じでトッピングをしております。はい、この黒いのがくーちゃんです。チワプーの男の子、もうすぐ5歳になります。はい、一生懸命食べております。可愛いですね。もうね、手作りご飯をしております。もうこの部屋やることいっぱいで、なんだ、メガネですいませんね、大木ボンドさんみたいな大木ボンドスタイルで行きます。はい、洗濯物干します。この日はね、もう3回ぐらい回しましたね。これ動画を見て気づきました。パンツ忘れてた。はい、します。そしたら便所掃除です。もう便所掃除始めます。はあ、テレビもね、ラジオもね。なんかすいません、汚いところが見えてるかもしれないですけど、すいません。はい、まず拭いて、一生懸命拭いておりますね。拭き掃除して、でトイレットペーパーで拭いてますね。トイレットペーパー傷になるんで、あんまり拭かない方がいいと思いますが。はい、でこの無印のブラシがね、これ途中でなんか汚いとこ映っちゃってるみたいな感じで、ちょっとカメラを変えたつもりが変わってなかったですが、この無印のブラシで一生懸命こしております。これ結構使いやすかったですね。はい、次は洗面所掃除になります。歌丸ってすごい家中ピカピカって本当ですね。でこの母親が作ったたわしなんつうんだっけ、この毛糸のたわしみたいなのでこすっております。歌丸をね、本当に最近使い始めて、みんながいいって言うからみんながいいってものはやっぱりいいですね。はい、でこの穴っぽこ、ここがねすごい汚くなるので、ここにね定期的にこう穴っぽこにこう歯ブラシぶっ込んで洗っております。歯ブラシでこの周りもきれいにします。はい、これはね100均でくっつけた網なのかな。はい、こんな感じで一生懸命この中もねこすりますね。きれいになってくる。でここの穴の中に水、これ水が溢れないようなこの穴が開いてるんですけど、ここの穴にね水をこう入れるんですよ。お湯をねこう流し込むと、そうすると排水口のところからすっごい汚いのがブルって出てくるので、これ定期的にやった方がいいかなと思います。今そこに入れる洗剤もね売ってますけどね、手軽に定期的にお湯とか流しとけばそこきれいになるので、定期的にやっております。もうね、とにかく歌丸さんがね本当にいい仕事してくれて、匂いもいいですよね。でアミノ酸なのか、手に優しいって書いてありますよね。すごい、本当どこでも使えちゃう。これもっと早く買えばよかったと思って。はい、このねタイルの洗面所って本当に汚くなっちゃって、タイルの洗面所大変なんですよね。で鏡を拭きます。鏡も歌丸さんかな、もう全部歌丸さん。あ、ブサイクがちょっと鏡に映っておりますね。ちょっとモザイク入れますね。はい、でマキタで、このマキタの掃除機はね本当に毛とかがすぐ取れて、すぐ捨てやすい、どこにも絡まずにポッと捨てられるので、いつもこう毛の周りに使っております。毛の周りでね、充電はこんな感じでバッテリーを取って、バッテリーを充電するような感じで、このバッテリーはいろんなマキタ製品に使えるので、うちはねこれでブロワーだっけ、なんかいろいろ工具も一緒に使ってます。ほいでこの周りのこういうところはよく拭かないと、いつもほっとくとこう黒ずむので、これ定期的に拭いております。この周り縁ですね。はい、洗面所完了。
くーちゃん天日干ししてます。くーちゃんね、あのこう外でぼーっとしてるのがすごい好きなので、私が家にいるときはだいたい日中天気がいいときは外に、あ、こっち向いた、かわいい。はい、そしたら次は玄関掃除に入ります。よいしょ。うちね、玄関が狭くって暗くってって感じの玄関ですが、掃除していきます。まず入ってますね。なんだこれ、履いてるだけこれね、うち段差がそんなになくてバリアフリーみたいな感じで作ったみたいなんですけど、なんかちょっとこうどこが玄関だか分かんないような、そんな作りをしております。やっぱタイルの玄関って憧れるな。タイルの玄関でこう水バシャンって流してこうね、掃除ができたりするんで、これなんか木に見えるタイルみたいな、ちょっと変な材質なんですよね。掃除がしにくい、全部が溝に入っちゃうっていう。でこれポーチの部分はですね、こんな棚があるんですが、そこもねもうほこりだらけになるので、これはねケルヒャーしないとダメですね。毎回こう入ってるけどちょっと黒ずんじゃってといった感じで玄関を終わりました。これがすごくいい匂いで、私にもったいなくてあんまり使えなくて、何年かけて使ってるんだって感じなんですけど、そう楽天ルームにちょっと載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。これすごく、あ、なんつったらいいんだろう、何の香りだろう、ね、化学的な香りというよりかはなんかナチュラルな、なんつったらいい匂いなんですよね。でリビング掃除ですね、こいつはなんだっけ、ダイソンで掃除機をかけております。玄関もついでに、こうマットも汚いから、タラララッタラーン、モップでけえな、でけえんだよな。これでかくて大変やん。そう、これはあの夫がね新品をちょっと譲ってもらったみたいなんですけどもね、私が前から欲しいって言ってたんですが、ちょっと使ってみました。すごい、すごく汚れは落ちてるので、床の汚れは落ちたんだと思うんですけども、やっぱりねでかい、場所も取るし水入れるんがそもそも大変。これ多分家っつよりかなんか、なんか広いダンススタジオとか、なんかそのスタジオ系で使う業務用なのかな、業務用にした方がいいんじゃねえかなっつぐらいでかい。ほいであとこれがね、こう拭いてると結構この地肌、なんつ地肌っつうの、こういうとこは結構カチカチね床擦っちゃったりするから、床傷つけたりもするかもね。なんかカインズとかにもあってほしいなと思ってたけど、でかいわやっぱり。こううちみたいな狭い家だとちょっとこうガシガシ、いいけど場所取るねやっぱりって感じでした。はい、買わなくてよかったってことですかねはい、そしたらくーちゃんのトイレ掃除に入ります。くーちゃんはね、ほんとにもう5歳になるのにおしっこが下手すぎるんですが、これも外で洗います。もう天気がいい日は外で洗いますね。はい、そしたら次は2階に短い足で登っておきます。2階の便所掃除です。あの2階の便所掃除ってサボっちゃって、うちの2階のトイレこういう状態ですちょっとこれやっちゃうわ。2階のトイレあんまり使わないからさ、使わないから汚れちゃうんだよな。使ってれば綺麗なんだけど、使わないから菌が繁殖してね、菌
が繁殖して黒ずみが出やすくなるんだよな、使ってないトイレほど。定期的に水流さなきゃ本当はいけないんだけど、ついほったらかしちゃってね、かわいそうだけど、やっぱ毎日定期的に水流してた方のが全然綺麗が保てるんだよな、使ってなくても。この中に割と強い薬品入れちゃうと中が弱っちゃうから、この周りは拭き取るような感じで、あんま中に流さない方が本当はトイレのためにはいいと思うんですけど、本当トイレットペーパーでこういうとこすごい傷だらけになっちゃうんで、あんまりトイレットペーパー使わない方がいいんだけど、もううちのは古いからもう傷になったっていいやと思って使っております。新しいトイレの方はここトイレットペーパーで拭かないでくださいね。いいんならいいけど、よくトイレットペーパーで拭く方いるんですけど、すごい細かい傷がつくんでご注意ください。気にしよる。そして2階に来たついでに、よいしょ、ぐちゃぐちゃ汚い。見てくださいこの夫側。あのね、うちのね夫はね本当に掃除ができなくてね、本当にね散らかし野郎みたいな、本当にねゴミ屋敷でも絶対住んでいけるようなタイプなんですよねこの人。見てくださいこの埃、汚いね。これでもね私ね結構定期的にやってはいる方なんですけどね、ついついね汚くて近寄りたくなくてほっといてしまったらもうこのざまですよ。きったね、よくこんなところで寝れるようなって感じなんですよね。全然気にならないんですって、本当に嫌だと思って一生懸命除菌してますね笑っちゃった。汚ね、いやね本当になんかね思い出すと笑って、睡眠の質上げるみたいな本いっぱい読むくせにね、あんな汚いとこで寝てるんですよ、嫌になっちゃう。はい、そしてねこの、空気清浄機の裏側のホコリはね割とまめに拭くといいと思いますね。はい、あとは手で、はい、寝室 OK です。縁ですね、縁戻ってきました。はい、終わりです。急に始まるホットケーキを作っております。あのそう、これ見てください、かわいい、これね最高にかわいい、なんつうのこれ、人形焼きみたいな、ごめんね、ミフィちゃんの形のパンケーキが焼け、これがねかわいくって美味しくって、ブルーノって言うんだっけ、これねかわいい。そして、はい、お友達からいただいた紅茶ですね。うん、かわいい。あ、本みたいになってる。かわいい。めっちゃかわいい。ハーブティー。あ、本だわ、本。かわいい。いただきます。めっちゃ可愛い色。よっ。あれ。あ、くっつい。くっついてもうた。可愛い。よし。よし。これもうちょっと焼こうかな。見て可愛い。これ、ね、本当に可愛いんですよ。よいしょ。で、ちょっと強くして。
はい、可愛いミッフィーちゃんができました。もう疲れた時はミッフィーちゃんと甘いものですね。はい、くーちゃんも見ております。いかがでしたでしょうか上手に喋れないいかがでしたでしょうか。あのこんな感じで癖の強い主婦があの日常をお送りしているこのチャンネルですが、ぜひチャンネル登録、もしよければあのいいねボタンをポチッとなんて押していただけたら、嬉しいでございます。ぜひよろしくお願いします。ママ僕がさそれ好きなの知ってるよね。ママ僕にくれないつもりだね。ホットケーキじゃないんだよな。何したの。じゃあなんだそりゃ。周りがカリカリで中ほわほわ、はじめちょろちょろ中パッパみたいに言うな。美味しい。これはあの一回チンして食べるともっと美味しい。冷めた時にチンして食べると本当にカリカリってなってすっごい美味しいんです。オーブントースターのことね。うーんじゃなくて指くそ。あー美味しい。めっちゃうまい。皆さん最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。本当にいつもありがとう。